はい、皆さん、こんにちは。アイチャで生きてます。イエローです。イエローケイちゃんです。はい、では、イエローケイちゃんね、今回はね、何の話題かというとですね、ちょっとね、プレジデントオンラインで、まあね、私から言わせるとですね、変な記事と言います。変な記事が出ておりました。でですね、その変な記事をね、要は書いて、まあ、出てるのはプレジデントオンラインなんですけども、その変な記事を書いている人がですね、皆さんご存知ですかね、元木正彦さんというね、この方ですね、元ジャーナリストの方。で、まあね、年齢的に言うと私なんかよりも全然ですね、目上の方なんで、あえてね、あんまりね、言えないんだけども、そういった観点で言うとね、ただやっぱりね、この人ね、かなりね、前からね、この経験問題に関してはですね、変なことを言っておりますね。で、今回もですね、変なことを言っております。ということでね、ちょっとね、バッサリ切っていきたいなと思います。というのはですね、特に、あるお家のことに関してはですね、以前から非常にこの、擁護するんですよね。気持ち悪いです。ということで、こういったようなことは別に言うことはね、言論の自由で全然構わないと思いますので、私はこの人嫌いです。気持ち悪いです。っていう話なんですね。バッサリ言ってきたいなと思います。で、この元木さんがですね、何を言ってたかっていう話なんですけども、そのプレジデントオンラインを通じてですね、まあ、表題自体はですね、不合格なら仕事もビザも危ういってことで、窮地に立たされた KK の負債、次の一手は何ぞや、みたいな形の表題ではあるんですけども、中身をね、ちょっと読んでいくと、まあ確かにね、その窮地に追い込まれちゃった KK ということもあるんですけども、それ以上に、特にですね、例のその悠仁様のその進学問題に関しては変なことを言ってるんですね。今ある考え方を貫くべきだ、みたいなね、そんなようなことを言っております。で、特にそのことに関してはね、ちょっと後で、かなりの部分をちょっとぶった切りたいなというふうな気がいたします。ちょっとおかしいです、言ってることはね。で、このね、実際のプレジデントオンラインの内容として、まずこの元木さんが言われてるのはですね、3つの壁みたいなことを言ってるんですね。さっき申し上げましたように、その窮地に追い込まれた、もしくは窮地に追い込まれたあるお家です。アルファベットの一番最初の文字がつくあるお家。すいませんね。毎回ね、こんなような表現しかできないのがね、自分でもイラつくんですけども、もうアルファベットのね、この私のチャンネルだけを皆さん結構言ってるんですよね。で、大丈夫なのかよくわかんないんだけど、私のこのチャンネルでね、一回ね、まあ過去まで一回だけなんですけど、そのアルファベットの最初の文字を言ったあるお家なんていうことをね、表現するとね、それだけでね、規制がかかるんですよね。おかしいよね。なんかやっぱりマークされてるのかなっていう気がするんですけどね。なのでちょっとね、アルファベットも言えないっていう中で、最近はもうずっとあるお家っていうこと表現をしてますので、申し訳ありません。非常にお聞きづらいと思うんですけどね。で、その窮地に追い込まれた KK 夫妻及び、あるお家の3つの壁っていうことを言ってるんですね。で、まあ担当ちょ、まあ、非常にね、簡単に言っちゃうとですね、その3つの壁の1つ、これはですね、例の、来月行われると言われているニューヨーク州の KK 息子の司法試験。これが一つ。あともう一つはですね、まあこれも最近ちょっとね、週刊誌報道、等でされてるですね、佳子様に関する結婚問題。これが二つ目。で、三つ目。この三つ目がやっぱりどちらかというと、今回のこの記事に関する非常にね、違和感を感じるところで、悠仁親王殿下の、進学問題、例のですね、提携校進学制度に関わることですね。これに関してちょっとね、最後に、申し上げたいなと思います。で、今申し上げましたように、この3つの壁、それによって窮地に陥っている KK 夫妻、もしくは、あるお家ということで、まず最初の壁、これはさっき申し上げましたように、そのニューヨーク州の司法試験ですね。まあ、これに関してはね、そんな変なこと言ってないですね。要は、最初ね、絶対大丈夫だというふうに言われてた、去年のですね、7月の試験、蓋を開けたら見事にですね、実際に、入籍した2日後に、蓋を開けたら、落ちてましたというかね、名前がないよ。私最近ね、あえてね、落ちてたっていう表現しないんですよね。名前がなかったよって。事実として名前がありませんでしたというのが事実なんで、名前がなかったというようなね、そういったようなことを受けて、まあ日本中大パニックだったですが、そういったようなことも見越してですね、要は
今度の試験も本当大丈夫なの、合格率下がるよ、本当大丈夫なの、そういったようなことを見越してですね、M 子さん、M 子さんの方が例のですね、クリスマスイブの前か、イブイブか、12月23日に例のキャロライン・ケネディさんを訪問したんじゃないかとかね、出ましたよね。デイリーメールがすっぱ抜いてですね、そういったような記事も出ました。要はもうKK息子当てにならない、試験も当てにならないから、もう私の方で就職しちゃおうとかね、 PTSD どこ行ったの、 PTSD の人仕事なんかつけねえよみたいな感じなんですけども、そういったようなことも含めてですね、一つの壁ということをまず元木さん言ってるんですね。これはね、そんなに違和感ないです。で、二つ目の壁というのはですね、これは佳子様、佳子様について言ってますね。で、佳子様に関してはつい先日もですね、ちょっとすっぱ抜き報道がありましたけども、何でしたっけ、開発会社のベンチャー企業の社長とかね、そんなような話で出てますよね。というような中で、やっぱりですね、 M 子さん以上に自由に生きてきた佳子様と言われてますよね。で、へそ出しダンスが出たりとかね、なんか注意してる写真が出たりとかね、いろんなのがね、まあちょ、あちょこちょでちょこちょこ出ておりましたけども、そういったような、佳子様の、次のご結婚、まあ次というかね、佳子様のご結婚に関しては、絶対に、M 子さんと同じようなことがあってはならない。これに関しては、あるお家の当主の方も頭が痛いと。頭が痛いって考える前に、頭が痛いような、そういうような教育したんでしょって話なんですけどね。で、まあ、これをね、二つ目のね、壁ということで、元木さん言われてんですね。でね、ここまではね、ここまでは、ね、結構ね、記事の内容としては結構あるんだけど、ここまではそんなにね、違和感感じなかったんですよ。読んでてね。ところがね、その三つ目の壁、これが何かというと、三つ目の壁に挙げてたのが、例の、悠仁親王殿下、悠仁様の、提携校進学制度による、筑波大附属筑府へのですね、実際の、進学、これに関してはね、おかしいよこの人みたいなことを言っております。で、ちょっとね、記事の抜粋読んできましたけど、例えば第3の壁は現在中学3年生の長男悠仁さんなんとか様だろうが、大体記事の内容もおかしいよこれ。悠仁さんの高校進学問題だと言ってね、私が言ってるわけじゃなくて、この記事が悠仁さんなんて表現してますね。悠仁様の高校進学問題だと言うと。で、文春によると、筑波大学附属高校に進学することに決まったようだ、ありましたね。そういったのが結局、提携校進学制度を導入しているだろう。これは、もともとのですね、実際の KK 息子がフォーダム大学にね、私はプリンセスマコのフィアンセですよ。まだフィアンセじゃねえよっていう中でね、婚約内定者なんだけど、フィアンセだよっていうことで、自分を無理やりフォーダム大学にねじ込んだというような、そういったようなこともありましたよね。結局それと同じじゃないのっていうような、世間的なですね、世間の批評に対して、要は特別扱いをしてるんじゃないのというようなね、世間のその批評に対して、元木さんが言ってることが、これめちゃくちゃだなと思うんだけど、文春も悠仁様は勉強以外の体育や、音楽、これ確かに文春なんか出してましたね。文春も悠仁様は、勉強以外の体育や音楽などの成績も良く、1、2年生時代も含めて全科目優秀だそうですと、あるお家の関係者が、書いていたと。で、実力も十分にあり内申点も抜群だとすると、偏差値67、これ実際偏差値78と言われてますよね。偏差値67の名門進学校に入っても不思議ではない。で、M 子さんの結婚問題が起きていこう。何をやっても批判されると、あるお家の方は、あるお家の当主はですね、さぞ嘆いていることだろうと。完全にですね、あるお家の、まあ、あるお家サイドに偏ったような意見を元木さんが言われてるわけですね。要は、この文春の報道はちょっと別にしたとしてもですね、この文春の報道通り、勉強以外もですね、それこそ愛子様じゃありませんが、愛子内親王殿下じゃありませんけれども、文武両道で非常に素晴らしいということであれば、たとえですね、提携校進学制度を使ったとしてもいいだろうみたいなことを言ってるわけですね。このね、元木さんはね、ちゃうだろうって話で、そんだけ文武両道だったらですね、愛子様の本にですね、それこそ東大間違いないなんて言われてるような方と同じぐらい、肩を並べるぐらいの、
文武両道であればですね、別に自分で試験受けりゃいいじゃねえのっていう形ですよね。それをなんかねじ曲げてですね、そういうような文春の報道があったから、それだけ文武両道で素晴らしい成績だから別に、定型校進学制度を使って、それによってですね入った入学したとしても問題ないだろうみたいな、そういうような定義付けをしているような文面です。おかしいだろうって話ですね。自分で受けなさいよみたいな話なんですよね、ということを書いております。でですね、まあそういうようなことが書いてあって、まあ特にですね、このね、学習院かもしくはつくふだかっていうようなことに関してですね、例えば、まあこれは新潮で取り上げる記事に関してもね、批判してるんですね、元木さんがね。例えばですが、新潮でこうある皇室ジャーナリストの人が、学習院に進んだ方が皇室への理解も深く、お立場をよく理解しているお相手に出会える可能性があると言っているが、私はうなずけない。元木さんはうなずけないって話ですね。一言で言えば、カビの生えた古臭い考え方であるらしいです。そのあるお家が娘2人を入れたのが学習院大ではなく ICU だったことは非難されることではないと。そこで恋愛をし結婚相手を見つけることも想定内だったに違いない。相手が悪かったというかもしれないが、人を好きになるというのはそういうことであるというふうに言ってますね。何を言ってるのかっていう感じです。学習院に入ることがね、一言で言えばカビの生えた古臭い考え方らしいです。学習院に失礼ですよね。こんなこと言ったらね。なんかいかにもですね、学習院の学生がですね、もうほんとね、一昔前のね、その学生みたいなのね、カビの生えた古臭い、学生みたいなことを言ってますけど、それ自体おかしいだろうって。それ自体その別紙の発言だよと私なんか逆に言いたいですね。おかしいあなたっていう感じです。それによってですね、要は学習院じゃなくて、例えば大学であれば ICU、二人のね、お姉ちゃんが ICU 行きましたよね。そういったようなことに関して、それは非難されることではない。まあ確かに非難されることではないかもしれませんけども、それによって起きた結果がどうなんですか、それに対する責任をどう考えるんですかっていうことに関することは全然言及しておりません。あくまでも学習院古臭い。おかしいだろうと。もともと学習院というところは皇族の方のために、まあ、実際に設立されたような、学校である、すなわち学習院に行けば間違いなくですね、その実際の帝王学、云々にしてもですね、皇族としてのお振る舞い、そういったようなことも学習できる、だからこそ学習院なんですよっていう考え方に対して、そういう考え方が今のそのあるお家が考えている、何でも自由自由っていうことに対して古臭い。これは学習院大学に対する蔑視発言ですよね。あなたおかしいよって話です。で、まあそういったようなですね、特に悠仁様の進学問題には非常に変なことばっかし言ってるこの元木さんですが、その元木さんが最後に言ってるのはですね、あるお家が今やるべきことは自分の信じた道を迷わずこのまま歩み続けることである。長男は父親の背中を見て育つのだからみたいです。皆さんどういうのように思いますか？これまたね、アルファベット言っちゃうとね、私配信できなくなっちゃうから入っていませんけど、あるお家の当主のね、お姿を見て、悠仁様も、これからですね、いい方向に行くだろうというようなことを言ってるわけです。要はそういったね、ご自分のあるお家の当主の方が今思われてることを信じてですね、その信じる道を進んでいきましょうみたいなことね、それによって悠仁様も素晴らしい将来が描けるでしょうみたいなことをこのね、記事の中でプレジデントオンラインを通じて言ってるんです。全く今ですね、YouTube 界隈、特に YouTube 界隈で騒がれてることと全く真逆ですよね。すなわちこれはどう考えてもですね、印象操作なんじゃないでしょうかってことが完全に言える 100%、 そういったようなことが言える記事だったということをね、今回ちょっとあえて言いたいなと思いました。これは実際ね、いつだっけな、昨日かお届いてたですね、プレジントオンラインを通じて、この元木正彦さん、元ジャーナリストの方ですけどね、完全にこの人はですね、あるお家の方にベターです。もうこの人とね、あとはもう一人ね、もう一人のミスター M ですね。あるね、ある大学の教授、成城大学のですね、ある教授、ミスター M 教授、この二人はね、完全にもう前からずーっとですね、ここのところ、あるお家の方にベターっとくっついてですね、こういう擁護発言を続けております。完全な印象操作です。ということをお伝えさせていただきました。
皆さんどのようにね思われるでしょうかね。何言ってるんだっていう感じですよね。今回もご視聴ありがとうございました。それではね、またバイバイ。